どうも、レコラジです。本日はこちら。ブックオフでまた見つけてきたレゴのジャンクになるんですけど、500円で買ってきて、まあまあ重さはそんなないよね。たださ、これ見て、これスレーブだよね。スレーブのミニセットが入ってて、まあミニフィグもね、なんか入ってる感じで、まあ500円だったので、ちょっと買っちゃったんだよね。我慢できなくてね。なので今日はね、これ開けてどんな感じか確認していきたいと思います。へい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 。あ、袋が二重ですね。まあ確かにね、ブックオフとかでさ、袋破れてさ、バラバラになっちゃってるレゴとかたまに見るもんね。まあ、うわー、おー、おー。すごいな。あ、これはいいぞ。これはいいセットだぞ。まず、このタイヤ、レゴあるあるですね。こういう挟まってるやつね。これはまあ取れやすいからいいな。このタイヤはいいぞ。これはちょっと古いやつだね。まあスレーブも、これ古いのかな ?6964、4桁のスレーブか。そうだね。ちょっと古いかもしんないね。まあこれは、後で組み立ててもいいしね。まあ、いいでしょう。これはね。そしてまあ、見ていきましょうか。ミニフィグが1、2、ん?これは、いいぞ。これはいいぞ。パワーマイ、あ、パカン、パカンっていく。パカン、パカンって、わかる?パカン、パカン、いや、たまたまか パワーマイナーズか?これね、違ったかな?まあ、その辺の、なんとかレイダースとかさ、その辺のだよな。エイリアンいますね、エイリアン。あー、なかなか、まあ、これはね、まあ、レアっちゃレアなんだけど、まあ、そんなに人気がある、ね、あれじゃないので、今現在でも高値になってるとか、そういうことは一切なくてね。まあ中古でもね、よく見るんだよね。だからこう売れたセットではあるんだよね。このエイリアンシリーズ。なんだっけ?これ同じやつだっけ?忘れちゃったわ まあね、ここはね、バトルドロイドと同じパーツだけど、この緑なんだよね。黄緑みたいな。まあこんなのも入ってんだ。へえ。あとは面白いパーツは、エンジン系のあれですね。エンジン系のね。ん?これは ATST とか AT なんとかとかのやつだね。これ絶対ね。スターウォーズだね。これはね。まあ、スレーブも入ってたからね。何これ?このパーツは俺知らんぞ。ああ、どっか行っちゃった。どっか行っちゃったよ。あったあったあった。これだね。これなかなかいいんじゃないでしょうか。他にいいパーツはないけど、この辺はスレーブのパーツなのかな。足ありますね。足があって、こんな感じだね。まあ、これはいいでしょう。これもいいパーツだぞ。これもね、ちょっと汚いけど、これもいいパーツだぞ。今は見ないパーツ。ね、こう昔のパーツだよね。これもね、さっきのもそうだけど、あとはもうね、見ての通り、これグレーが旧グレーなんだよね。旧ダークグレー。今のダークグレーとは違う色になってんだよね。じゃあ、あとは、あ、こんなの入ってんだね。あ、いいパーツだね。プリントパーツがいい。これは別に珍しくないけど。なんかいい。いいね。これも今ないよね。この辺はね、この、まあ、カバヤかな?これ。カバヤじゃないとは思うんだけどさ。これゲーよく流行ったよね。この時期の、このね、この時期のやつによく入ってたパーツだよね。懐かしいね。あんま覚えてないけどね。ってことで、どうなんでしょう?このスレーブのパーツは入ってんのかな?ちょっと作ってみますか?ね。あーて、さ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 て。ここで解説入れておきます。Google レンズで調べたところ、やはりこれあれだね。ロックレイダースだね。ジェット、トランスネオングリーンビージュ。ジェットっていう子なのかな。このミニフィグは5セットだね。5セットの中に入ってる、まあよくあるミニフィグ。あー、こんな感じのね。あー、カバヤだね。これなんかね。やっぱりそうだよね。じゃあ持ってるやつだね。あ、これだな。これ、4910。さっきね、このパーツありましたもん。
もんね。あ、このカバヤじゃないな。あー、懐かしいやつですね。ロックレイダース。そして次がですね、この男の子。これはね、やっぱね、LOM でしたね。Life on Mars。Mars のセット。これは1セットしか入ってないんだ。へー、これ2体入ってましたけどね。まあ、もしかすると違うやつなのかもしんないけど、7310モノジェットというセットに入ってた。あー、これか。これもカバヤじゃない。あ、ちっちゃいミニセットだ。マーズ。マーズのセットだね。あ、だからさっきエイリアンがいたんだ。マーズのやつだからね。あ、なるほどね。で、一応ボバフェットも調べたらね、こんな感じのミニセット。これだね。うん、これは俺も、これカバヤだね。カバヤ。うん、やっぱカバヤのが多かったの。もしかしたら全部カバヤかもしんないね。こんな感じでさ、ボバフェットのやつ未開封だと、1万1000円とかで取引がされてんのかね。どうなんだろうね。うん、よくわかりませんけどね。あ、そうだね。カバヤのだね。へえ、じゃあ激アツお宝がたくさん入ってたということで良かったんじゃないでしょうか。2×、 あ、これ入ってますね。うん、これ入ってますね。あ、作れそうだな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。それ。これね、今カメラ越しでねやってるんでちょっと若干見にくいんですよ。まあいいか。ほい。ほい。これ若干色違いますね。うん。これ旧ダークグレー。これ、今のダークグレーだね。うん。どっちも入ってましたね。うん。まあいいや。はい。はい。これ違うね。はい。全然関係ないんですけど、嫁がね、嫁ラジがぎっくり腰になっちゃってね。はい、大変そうですよね。まあぎっくり腰になった時はね、ロキソニン飲めばね、仕事に行けますから。はい。はい。はい、ドリア。よし。これ。はい。はい。はい。よいしょ。どうすこい。完成ということで、スレイブ1ですね。まあ今はね、ボバフェットのスターファイターなんて呼ばれてますけどね。うん、まあ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 、いいじゃないですかね。これね、ちゃんとパーツ揃ってて、作れましたね。あとはね、この ATST だか AT なんとかとか AT とかね、そんな感じのやつもこれも入ってるんで、それも作れるんでしょうね。まあね、気になるパーツはこれですけどね。これとこれ。こんなのも入ってましたけどね。まあ、この辺はね、うん、これのパーツだろうね。いやー、いいですね。この辺もね、まあ、じっくり後で調べて、まあ、Google レンズで一発で出てくるでしょう。多分ね、パワーマイナーズだね。これね。違ったかもしんないけどね。ということで今日はこんな感じでした。おつらじ。